ミックチャンネル。はい、皆さん、Hello everybody! ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。今回もよろしくお願いいたします。もうね、この前ですね、ちょうど上げた動画でアメリカのこういう文化がちょっと恋しかったりするんだよなっていうのを上げたんですけど、今日は、その逆をやりたいと思います日本在住が長すぎて、受け付けなくなったアメリカ文化5選っていう、そんな感じで紹介できたらと思っております。アメリカにいる時は何もその苦に思ってなかったっていうか、なんか困ってもいなかったことが、日本に慣れてしまうと、あ、こんなに苦痛だったんだなっていうのを遡って気づいてしまうっていうね。大前提として僕が、まあ、田舎出身、アメリカの田舎出身で来たのが東京っていう大前提で皆さん聞いていただきたいんですけども、その中でですね、アメリカと日本の文化の違いもそうですし、田舎と都会の違いっていうこともありまして、まあ、パンドラの箱を開けてしまっているわけなんですよ。もう知ってしまってるんですよ、楽な便利な生活を。それを一度味わってしまうとなかなか戻れないということもいくつもありますので、紹介していきたいと思います。1つ目、まあ一言で言うと大皿料理、これは要するに、まあ、アメリカの その食事を出す、まあ、スタイルっていうのが、まあ、一人一人こう大きなお皿を持って、いろんな、まあ、食べ物をこう持って、でそれで、まあ、食べるわけなんですけれども、いくつかこれが嫌な理由はありますけどまずちょっと寂しいですよね。なんかこうみんなでシェアしない感じが。アメリカ人って基本的に外で食べる時っていうのは、自分が食べる分だけを頼んで、別にそのなんか真ん中にじゃあなんだろう、お刺身の盛り合わせがあって、一人ずつちょっとなんかつまみながらっていうやり方ではなくて、もう自分が食べる分も頼んで全くシェアせずに、まあ、食べていくスタイルなんですけれども、ちょっとそれが寂しいのと、もう一つ大きな、まあ、この文化が受け付けなくなった、まあ、原因といいますか、そんな一つのものを大量にそんなに食べたくないんです日本だったら、まあ、数百円で例えば枝豆ですとか、なんか唐揚げですとか、まあ、3個唐揚げ出てきますとか、一つのおかずでいっぱいになってしまわないぐらいの、まあ、量で出てくるわけなんですけれども、アメリカのその大皿料理だと、もう完全にお腹満たしにいってるサイズで全てが出てきちゃうわけなんですよ。だからその何品かとか、いろんなおかずを同時に楽しめないというか、今日はあなた一筋に頑張ってお腹満たしていきますみたいなことになってしまうわけなんですよ。でちょっとその食事スタイルが、まあ、僕はもうちょっと合わなくなってしまったなっていうのを、まあ、アメリカに行くたんびに、まあ、思っているわけです。ちょっと頑張ってはみるんですよ、父親に。なんかおかずちょっと半分こしないみたいな、俺はこれが食べたいからこれを頼んだんだって言われたりするんですよそれはそうそれはそうなんですよねっていうふうになってしまうわけなんですけれども、日本だったら絶対半分こしてくれるもんねちょっとシェアしようみたいな話になっていくのが、まあ、日本で行かないのが、まあ、アメリカなんですよね。ちょっとそこはあんまり好きじゃない文化なのかもしれません。2つ目、まあ、ちょうどですね、一昨年ぐらいに、まあ、ちょっとコロナ禍前に最後にアメリカに行った際に母親にやられた不意打ちだったんですけれども、2つ目に紹介するのは、車社会です。はい、もう突っ込もうと思ったあなた、日本の田舎も車社会です、違うだろうって言おうと思ったあなた、ちょっと待ってください、最後まで聞いてください。車社会の、別になんか日頃車に乗ってること自体は別に良かったりします、個人的に。日本の田舎でもそうですし、別にそれはもうその街がもう 大都会じゃないから車に乗らなきゃいけないっていうのはいいんですけど、僕が言いたい、突っ込みたいアメリカ文化のアメリカの車社会っていうのは、アメリカ人って特に西海岸の人、平気で休まずに13時間とか車に乗ってどっか出かけたり、出かけてるわけじゃないな旅行行ったりするわけなんですよ。10年以上日本にいるので、アメリカ人ってそういえばそうだったんだなって思い出したきっかけっていうのが、2年ぐらい前に母親が、僕オレゴン州に住んでいるんですけど、西海岸の真ん中にある州なんですけど、おばちゃんが、
右上、まあ、オレゴンからすると右上、ちょっと北に東に行ったところにアイダホ州っていうところがあるんです。でそこが、うちのおばちゃんが住んでいるところなんですけれども、僕1週間ぐらいしか滞在しないんですよ。1、2週間しか滞在しないのに、おばちゃんのとこ行くって聞かれて、あ行きたいって思ったんですよ。でそしたら当日になって、母親が車に大量の荷物を詰めてて、食べ物とか、ちょっと待ってみたいな、そういえばこいつもしかしたら車でアイダホ州に行こうとしてるって思って、あのいやもう2週間しかいないのに、だってアイダホ州までおばちゃんのところまで13時間ですよ、車で。往復もう丸1日以上かかってるっていう、しかもそれ休まずですよ。多分昼ご飯食べるぐらいは休んでたりはするんですけど、もうあのほぼ行きっぱなしで、まあ、別に母親が運転するからいいだろうっていう言われてしまえば、まあ、確かにそうなんですけど、13時間車に乗るのはもういいです。あのちょっと受け付けません。それは車社会っていう項目にはなるんですけど、実際言いたいことは、アメリカ人が平気でもう丸1日かけて運転してたりするのはちょっと理解不能ですね。どうやって自分も子供の時ってめちゃくちゃ時間過ぎていくの遅いじゃないですか。どうやって僕そんなの特別苦にも思わず13時間車に乗っておばちゃんのところ通ってたのか、そのようです。本当にそんな過去が本当にあったのだろうかと疑ってしまうぐらいに、まあちょっとアメリカ人は、まあ、あの長距離の車での移動を苦に思わないという文化、記憶としてはそんなになんか辛いイメージじゃなかったんですよ。なんかワクワクしてたりしてたイメージだったんですけど、今はもう考えただけで結構泣きそうになりますね。しかも大人になった今、仮にじゃあ車で行こうかってなったら運転させられるんで、もう本当に無理なんですよ。3つ目に紹介するのは、まあ一応下ネタですかね。でももうそういうなんかあのそういう深い下ネタじゃないです。3つ目、トイレットペーパーです。それは何かと言いますと、まあ、トイレットペーパーっていう項目になっているんですけど、実際に言いたいことはウォッシュレットが普及してないことがもうあのちょっと厳しいですもうアメリカ生きていけないって思ってしまいますね。あのもう長年ウォッシュレットに甘えてしまっていると、正直1回だけでもウォッシュレットないとなんか相当ダメージ受けてる気分になってしまってます、個人的に。だからたまに日本でもなんかコンビニとかあの意外とウォシュレットなかったみたいな時であったりするじゃないですか。絶望を感じるんですけど、絶望感満載なんですけども、それがもう国として絶望なんですよ、アメリカの場合。ウォシュレットがあるところがまずないので、基本的にウォシュレットなしで、かつ、まあ、トイレットペーパーも日本でも有名な話ですけど、二重になってたりとか二枚重ねみたいな感じになってたりとか、まあ、結構あの性能が良かったりするトイレットペーパー多いんですけど、アメリカのまあとにかく公衆トイレとかで使っているトイレットペーパーほぼティッシュペーパーもう透けて見えてる、もう手がこれでどうしろってみたいな。別にウォッシュレットがあってそういうめちゃくちゃ薄いトイレットペーパーでちょっとこうなんか乾かすぐらいだったらいいんですけど、もうなんか話し始めるのに恐怖感、イライラ、なんでみんなそんななんか野生的なトイレの仕方ができるんだろうって思い返しても、まあ、うちの母親の家には設けていただきましたもう生きていけないで、もうお母さんウォッシュレット買わなかったら僕も帰れないよみたいなに言ってちょっと脅して買ってもらったんですけども、あの母親がよく LINE で文句くるのは、私まで公衆トイレ使えなくなってしまったというもうウォッシュレットのある生活を味わってしまったら、もうウォッシュレットのない生活はとんでもないという、あの母親にまでパンドラの箱を開けさせてしまったっていう流れだったんですけれども、もう無理ですね。そして4つ目に紹介したいのは、あのこれはなんか言っていいのか、なんかちょっとかわいそうすぎるツッコミなのかわからないですけど、あのテレビの CM がバカつまんないっていう項目ですね。日本の CM って、まあ、テレビ見てても当然ね、あのビジネスのわけですから、あのそのうち CM 流れるのは、まあ、どの国もそうなんですけど、少なくとも日本の CM ってなんかエンタメ性を頑張ってあの足してるじゃないですか。印象に残ってる CM、
まあだからとに全体的にその仮装してたりとか踊ってたりするとかっていうのが、まあそもそも印象的なんですけど、あの全然違う意味でめちゃくちゃ印象に残ったのはジョージアブラックの CM ですからね。まああの派手な CM になってるし、とにかく CM が大掛かりです。僕も CM 何度か出させていただいたことあるんですけど、ロッテヴァンガードっていうカードゲームの CM とかめちゃくちゃ、だってもうなんかセットの作り込みもすごいし、こだわってるように僕感じるんですけど、テレビ CM アメリカの場合はなんか緑にちょっと文字が出てきて、昔のアンドロイドで撮ったんじゃないかっていう画質でおじさんがって最後出てくるだけみたいな、それはそれ以外は全部文字だけで、音楽がなんかエレベーターの中で流れてそうな、印税払わないだろうなっていう音楽使用料ゼロっていう音楽フリー素材みたいな感じですね。有名なのはあのスーパーボールですね。あのアメリカでやっている、まあ、アメフトの大会みたいな時にちょっと力入れた CM みたいなのがあったりするんですけど、それがなんでスーパーボール限定なのか、普通の時にもやったらいいんじゃないかなっていう、これに関しては、まあ、東京に住んでいるので、僕も日本国内でもちょっと地方行ったりするとその地域の CM があったりするじゃないですか。それがアメリカの全国ネットみたいな、どこかの街のなんかとりあえずあの初めて CM 作ってみましたみたいなのが全国ネットで流れるから、 CM 流れるたんびに暇、まあ、今は携帯とかあるからいいんですけど、アメリカにまあ里帰りするたんびにテレビ頑張って見るんですけど、 CM で泣えるっていうどこに贅沢を覚えてるのかよく自分でも分かんないですけど、4つ目テレビの CM がちょっとあのいただけないっていう、受け付けないっていうのがあります。そして最後に、まあ、これが正直一番僕にとっては不愉快なアメリカ文化なんですけど、これ以上にあの嫌な思いをすることは、まあ、ほとんどありません、アメリカに行って。正直今紹介した4つは、まあ、我慢するしかないんで我慢できますけど、あの最後は我慢にもならないです。最後に紹介したいのは、受け付けなくなったアメリカ文化で紹介したいのは、泡のない冷えてないビールしかもそれもドヤ顔で出してくるっていう、うまいだろうみたいな、もうぬるい、はあ、本題に入っていきたいと思うんですけども、ちょっと心の準備が、まあ、ビールをあの別に何だろう、常温っていうわけじゃないです。そこがまたムカつくところなんですけども、常温ですらない。別に常温だったら、まあ、こだわって常温なんだろうなみたいに思うんですけど、あの冷え切ってないだけなんですよ。冷えかけてるけど、でもちょっとだけ口の中より若干冷たいぐらいみたいな、これってなんかどこを目指してこの結果になったんだろうみたいな。でアメリカ人はまあ、 あのケチな人も結構多いんで、泡に関してはなんか逆に泡ついてるとクレームつける人もいるみたいなんですよ。あのその分酒にしてくれみたいなあの泡でごまかしてんじゃねえみたいな、泡がなきゃビールじゃなくないもんっていう風にやっぱ思っちゃうんですよ、逆に。ただただ中途半端に冷え切ってないビールをもうなんかうまいって言いながら、あーとか言いながら飲んでる姿を見て内心ずっとイライラしてます。そのもうそもそもの出し方がいただけないんですけれども、5つ目、泡のない、まあ若干ぬるいビールもう受け付けません。本日ちょっとですね、あの恋しいアメリカ文化に反して、本当に本当に心の底から恋しくないアメリカ文化っていうのを5つほど紹介させていただきました。少しでも面白かった方、勉強になった方、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして投稿いち早く知りたい方は通知ボタンをポチッとオンにしてください。また僕の概要僕の活動については概要欄に載せてますので、よかったらチェックしてみてください。ありがとうございました。ニックチャンネルのニックことニコラス・ドアスでした。